もこんにちは、こんばんは、ひなたです。なんかもうこのオープニング飽きたな。違うやつ欲しいな。なんかないかな。ベースメイク、チークとかファンデとかも眉毛とかも全部済ましたんだけど、今日は目はしてません。何？目はね、今日はね、二重にもしてないし、アイメイクはまだしてないんですよ。で、ですね、こっちはね、なんか調子いい時はね、二重になるんだけど、今はね、多分ね、目尻だけ二重で、こっちはね、なんか、なんつうんだろう、変な二重になっちゃうね。見えみたいな感じになっちゃうんですよ。で、今日は、絆創膏を使って二重を作っていきたいと思います。私がいつもやってるやり方です。高校の3年生の時にね、これを知ったんだけど、で、高校1年から高校2年の間は、アイプチ？ノリでね、いう二重を作ってたんだけど、なんか、それは良くないよって友達に言われて、で、その友達に教わったやつなんだけど、絆創膏をね、細く切って二重を作るっていう技なんだけど、使う絆創膏はこちらです。これはね、100円ショップで売ってます。40枚入ってね、100円だからね、絶対普通のアイプチっていうか、ノリとか、こうやってピーってやって、プチって貼るテープよりかも、全然本当に安上がりだから、いいですね。私は透明のやつを使ってます。これがね、使ってきた中で一番ね、やりやすかった。こんな感じの絆創膏です。あ、それじゃあもう二重作っていきたいと思います。この絆創膏をね、細く、こんな感じに切っていきます。ちょっと端っこが尖ってるのが嫌だったら、丸くカットしてあげてってください。こんな感じになりました。そしたら、これを剥がします。剥がして、自分の二重にしたい幅のところに、目頭から乗せていきます。顔アップになっちゃってごめんね。こんな感じ。で、端っこの方を引っ張りながら、目尻の方につけていく。はい、二重になりました。で、逆側もやっていきます。これね、貼るのにね、慣れるまで結構時間かかるんだけど、貼るのに慣れたらね、普通の本当にノリのアイプチよりかも全然ね、いい。本当にいい。自然な感じ。で、これをやってると、逆に跡がついてきて、二重っぽくなってくる。ちょっとごめんなさいね、寝起きなんでね、何喋ってるかちょっとわかんないんですけどもね。じゃあ反対側もやっていきます。できました。で、人によってね、つける位置が変わるかもしれないんだけど、それはおいおい練習してってやっていくのがいいかと思います。それでちょっとアイメイクをちょっとさせてください。すみません。ね、これで二重幅の調節ができるし、二重の幅を広くしたい時もちょっと目より離れたところに絆創膏を貼れば二重幅が大きくなるし、逆に縮めたい時は目に近いところに貼れば狭い二重ができるんでね、これはね、調節可能ですね。はい、こんな感じで完成しました。わかるかな。ちょっとごめんね、顔面ほんとカスだからさ、あんま見ないでほしいけど見てほしいな。意味がわかんないね。こういうテープがあるので、で、開けるとこんな感じですね。瞬きしてもね、全然バレないっていう感じかな。うん、いい感じに仕上がりました。はい、皆さんもよかったらですね、やってみてくださいね。友達にこれを試したところですね、ちょっとね、まぶたが重たいっていうか、まぶたが厚い人は難しいかもしれないんだけど、でもね、引っ張ってやれば全然できるんだけど、ちょっとね、練習が必要って感じですね。まぶたが薄い人だったらもう完全にゆうみたいに綺麗にできるかもしれないんだけどね。まあ練習ですよ、私もう練習です。もうこれ3年目だからね、3年間やってる、3年間やってるって考えるとやばくない？皆さんもよかったら100円ショップで売ってるこちらで二重幅作ってみてください。一人の方、一人で悩んでる方、二重の子でも二重幅広げるのこれでも全然平気だと思うから、ぜひ皆さんやってみてください。じゃあね。寝起きだからやばいな。寝起きだから鼻も詰まって聞こえるしさ、何喋ってるかちょっと分からなかったよね。今晩これやるんだ。今晩この長澤くんのパックやるんだ。動画にはしねえかな。個人的に楽しむだけだ。じゃあね。